痛みの話。痛みに強い人弱い人、人それぞれなので、誰がどれだけどこがどのように痛いのかは比較することも共有することもできない。俗に出産の痛みは鼻からスイカを出すくらいの痛みだとか、ハンマーで何度も腰を叩かれるような痛みだとか、いろいろ例えられている。それでもやはりどんな痛みも他人には正確に伝えられるものではない。だがしかし、自身の中では痛みにレベルをつけられますよね。お風呂に入った時に擦り傷がしみる痛みよりも、タンスの角に足の小指をぶつけた時の痛みの方が強いとか、そういう痛みが持続するものはどの痛みも耐え難いが、 A 型夫も B 型妻も共通で、耐え難い痛みは普通ではないかという結論になった。他にもまだ経験していない痛みもあるだろう。だから今のところだが、そんな折 B 型妻が頭痛を訴えた。そしてとても病院嫌いなはずなのに、すぐに近所の歯科医院に駆け込んだ。こんにちは、今日はどうなさいましたか。こんにちは、奥歯が痛くって。そうなんですね。どんな風に痛むんですか。むう、なんか、こんな風に痛いんです。ああ、はい。ああ。奥歯でしたよね。はい、じゃあ、レントゲン撮りましょうか。B 型妻は少し考えて、とても恥ずかしくなった。そんなジェスチャーで、痛みが伝わるかって、自身でツッコミを入れて、アホな人間に映っただろうな、いっそ。それじゃ、わからないですよ、ふふ。と、笑われた方がよかった、と思いながら。その夜、彼女の話を聞いた A 型夫は、それ持ちネタでしょ?と大爆笑。他人に対しての痛みの伝え方の話へとなったのでした。ズキンズキン、ツーウン、ヒリヒリ、いろんな痛みの表現があるけど、あなたのその痛み、きちんと人に伝えられますか？それぐらい簡単、そう思っていても、いざとなったらなかなか難しいものです。例えば今回の場合、言葉で表現をするなら、奥歯の方が少し腫れているっぽくて、ズキンズキンと脈を打つように痛みます。こんな感じでしょうか。でもそんなコメント用意してないと口から出てこないかも。日常的には痛みに限らず、いろいろな表現をジェスチャーに頼っていたりしますよね。きっとそれらは無意識だし、感覚で行動しているはずなんです。でもそれでいいんです。私はジェスチャーで痛みを伝える B 型妻が愛おしい。そう、感覚は大事。庶民にとっては麻痺したくないものの一つです。ということで、またねー。